ごきげんよう、ニキサキノです。今日は韓国コスメをたくさんゲットしたので、韓国コスメ縛りで涼しげなモーブピンクっぽい感じのカラーを使ってメイクしてみました。今ね、なんかこんな風にちょっと暗いんですけど、明るいうちからやってるので、もうちょっと最初のメイク工程の時は明るいかなと思います。で、今回ね、韓国コスメをコリアモンっていう、私がもう本当にめっちゃ一番大好きな韓国コスメの通販サイトでゲットしたので、そこはね、ほんとサンプルとかもう本当に現品とかをプレゼントしてくれるぐらい、なんかサンプルがすごくもらえるところなので、それも途中途中で挟みながら紹介してるので、最後までよかったら見てください。それではスタート。下地はこちらです。クラビューのホワイトパールセーションアイディアルアクトレスバックステージクリーム SPF30 の PA が2プラスなんだけど、これミントカラーのね、下地でチュルンとしたみずみずしいクリームで、こんな感じの緑の色です。スーッと伸びてくれるから、スルッとほんとね、ツヤ感のある感じに仕上げてくれるので、ツヤ感も残しつつ赤みカバーもしてくれるので、このね、下地すごいおすすめです。これカラーが3色あって、普通のパール系とパープルっぽいピンクがあって、このミントがあったと思います。私はミントが一番お気に入りなんですけど、紫っぽいピンクもすごい良かったです。最近ゲットした韓国コスメ、めっちゃ可愛いイニスフリーのノーセバムパウダーのクッション。そのね、クッションは私ね、ノーセバムのクッションを初めて使うんですけど、もうとにかく見た目がめっちゃ可愛い。完全に、あ、ボンちゃんボンちゃん、ボンちゃん来ました。ボンちゃん来たで、クッションも可愛い。こんな感じでスヌーピーがいます。中もウッドスティックみたいなやつがいる。かわいい。鳥好きなんで。じゃあやってきまーす。このクッションファンデは結構やっぱツヤ感がなんかがマットになる感じ。さっきのこの下地のやつあるから、今はこんな感じの素肌感のあるツヤ感が出てるんだけど、これ多分ね、下地結構カラッとしたやつにしちゃうとめっちゃ乾燥しそうだなと思いました。いい感じの組み合わせをしたかもしれないと思いました。カバー力もめっちゃあるから、なんかクマとかもそんな気になんない。そしたらこちらギフティングでいただいたものなんですけど、バイユアで合ってんのかな、読み方。セラムフィットフルカバーソフトスティックコンシーラー、こんな感じでリップスティックみたいなコンシーラーですね。ちょっと指にとってつけたいと思います。結構柔らかめだけどカバー力があって、黄色っぽいから私の肌にめっちゃ合ってる。で、何にもないスポンジちょっと叩いていきます。馴染ませていく感じかな。そしたらこちらパウダーもね、コラボしてて買ったんですよね。これイニスフリーピーナッツのノーセバンパウダーだと思います。めっちゃ可愛い。で、これ色があっていろいろあったんですけど、私はこの鳥が好きだったんで、この色も可愛いしこれにしたんですけど、なんかそれによってちょっと効能が違った気がする。粉質の使っていきます。やっぱまずね、おでこは、あ、え、すごいいい匂い。なんか石鹸みたいな香りがする。あ、これ匂い付きだったのかな。なんかすごい匂いがします。おでこは最近ノーセバムパウダーめっちゃはたいてる。もうこれどもかってくらいはたいたら、意外とね、汗かいてもずっとサラサラなんで、なんか結構完璧にね、肌に塗っちゃうとすごい乾燥しそうなので、鼻のここ、この T 字のこの大きく分けて T のところには新しく塗って、その他はあとは伸ばしていく感じで塗っていきます。はい、肌が完成したところでカラコンつけていきます。今日ナフタヌーンティーに行くんですよ。夕方ナフタヌーンティーなんですけど、そこのコンセプトがアジサイとか、写真多分インスタに上がると思うんですけど、すっごい可愛い青っぽい感じだったので、今回はじゃーん、ちょっと今切ろうと思って切れなかった。ミュームのツバメを使っていきます。ミュームのツバメは縁が青いんですけど、自然になんかこの凛とした瞳を作ってくれるから、ものすっごい大好き。本当に1回でいいから使ってみてほしい。もう良さはすっごい分かってもらえると思うから、ミュームは。はい、こういった感じです。すごく可愛くないですか。青すぎないから本当に自然になんか目のさ、白目も綺麗になったりとか、凛とした感じの瞳にしてくれます。ちょっと唇の色がなさすぎると今日のメイクちょっとわかんないなと思ったんで、バランスが。マージーのザ・ファーストベルベットティントの V12 のカラー。ちょっと青みっぽい感じのカラーかな。塗っていきまーす。発色がめっちゃいい。発色がもうインクみたいな感じ。こんな感じで、グラデーションリップを作るというよりかは、一色でしっかりと唇に塗った方が好きなので、こんな感じで塗りました。これ有名なマスカラありますよね。それの眉マスカラバージョン買いました。このマスカラもすごい持ってるんですけど、ブローコレクティングのナチュラルの03番。X マスカラだっけ？
こんな感じの歯磨き粉みたいなタイプになってる、チューブタイプになってるやつですね。でブラシが面白いんですよ。歯磨きみたいでしょ本当に。じゃーん、かわいい。これしかも持ち運びやし、こういうの好きなんだよね結構。ホリカホリカのこのシリーズのマスカラすごい好きで、使ってたんですけどウォータープルーフじゃん。これから夏に向けてやるのがいいなと思って、まだ使ってないけど、ウォータープルーフやっぱちょっと気合を入れる時じゃないと使わないからね。でもなんかあの結構流行ってる韓国のマスカラの中では私はトップクラスで好きなやつですね。めっちゃなんか染めたみたいな感じになるから、ちょっと難しい、なんか毛の最初毛のなんか理解みたいなのが難しいです。長い歯ブラシの方を使った方が良いかも。最初結構ベタってつくけど、結構韓国のマスカラとかってお湯落ちよりウォータープルーフが重視されてるよね。こういった感じになりました。顔がいびつ、まだなんかできてない。うん、アイシャドウ2つめっちゃ可愛いの買って、こっちがペリペラのアイシャドウなんだけど、じゃーん、めっちゃ可愛いと思ってこれは一目惚れで買いました。最近このクリアな容器流行ってるよね。なんかこう後ろが見えないようにさ、アイシャドウの形になってんの。エチュードからもさこういうの出てるけど、なんか今流行ってんのかなーって思いました。で次はこちら、ちょっと流行りに乗れなかったタイプだけどやっぱ可愛くて買っちゃいました。デイジークのあのパレットのチョコレートファッジっていう11番なんだけど、ほんとチョコレートのケースみたいに入ってる、可愛い。これバレンタイン限定だった気がするんですけど、私その時はなんかそんなに欲しいと思わなかったけど、よく見たら可愛かったので買いました。色味はこういった感じのちょっと黄身多めのブラウンって感じかな。でも多分これ結構使ってる人が多かったので、私はこれゲットできて結構嬉しいのでこっち使おうかな。で色味がこんな感じなんですけど、この2つがちょっとラメ、こっちが結構大きめなラメで、こうシマーなカラーでマットシアな感じだけど、ちょっとパールが入ってるって感じかな。じゃあね、こちらのカラーを取ってアイホールに塗ります。私はこの辺塗るときはもうこの辺キワ、ここのキワにはもうね、後でどうせ重ねるから厚塗りになるだけなんで重ねないようになりました最近。こういう感じで塗ります。でこちらね、結構色味の強めなピンクを取って目尻にがっつりと入れちゃいます。でぼかす。なんか発色はなんかすごいいいんだけど、でもなんかこう馴染んでくれるのが早いから、結構グラデーションとかしやすくて、このちょっとグレージュっぽいカラーと真ん中のカラーとこの色を混ぜて全体に入れていきます。さっきとなんかあの目尻の暗い色を馴染ませるような感じで、でも全体的にすごい色味がさバランス取れてるから、どの色と混ぜたとしてもすごく可愛いアイシャドウが作れると思います。こういった感じになりました。こっちの方がちょっと暗いからね、濃く見えるかもしれないけど、こういった感じです。色味全体的をこう混ぜて瞳に入れてみたので、すごい分かりやすいと思います。色味の感じが可愛い。で最後にこのラメ、このラメを取ってここですね、ここに塗って、あとはちょっとここ、すごいなんかラメ感強いのかなと思ったんだけど、全然ラメ感強くなくって、むしろ意外となんかこう繊細系なラメでした。オレンジの光がねすごく入ってるので、なんかこの青み系のさカラーとあえてのこのオレンジカラーのラメ、オレンジっぽいラメがすごい可愛いなと思った。こういった感じです。ただ大好きなネイチャーリパブリックのジェルライナーを使います。これ本当ににじまないしすぐ乾くけど、かけやすくってめっちゃおすすめです。これ大好き。こんな感じです。目尻はやっぱちょっとこう跳ね上げてる感じが私は漏れるので、目尻は跳ね上げてます。ビューラーはイニスフリーで最近買った、500円ぐらいだったかな、買いました。私がねイニスフリーのやつで思ったのはね、なんかあの普通に結構ね優秀っちゃ優秀なんだけど、安いしね。だけどなんかこれで500円買うんだったら、あと300円だし資生堂買った方が初めての方にはいいかなって思いました。私は結構資生堂が本当に使いやすいから、ビューラーで仕上がりってめちゃくちゃ変わるんですよ。なんかだからいろんなビューラーを使って自分に合うのを探してみたりとか、このメイクにはこのビューラーっていうのが結構出てくるので、使ってるとそれを探してみてほしい。だからこれ持ってるのも悪くないとは思います。初めてはこれじゃない方がいいかな。髪の毛はノーセットです。長さが出るっていうか、結構これボリュームが出るって感じなので、長さはあるけどボリューム欲しいって方にめっちゃおすすめです。
長さはね、私の長さだな、これはまだ。だから伸ばして伸ばして伸ばしてって感じで長さを作っていく。はい、マスカラできました。結構こんな感じでボリュームな、ザ・ボリュームって感じで、長さがねそこまで出ないんですけど、もうとにかくボリュームが欲しい方とか一発でね作りたい方はこれめっちゃおすすめです。で、なんかコリアモンで買ったらサンプルをねめちゃくちゃいっぱいもらえるんですよ。こんな感じでね、いろんな化粧水のサンプルだったりとかパッドだったりとかすごいいっぱいもらえるんですけど、リップとかももらえた今回。マニキュアとかリップとか、あとこの私の大好きなラネージュのあのウォーターパックみたいなやつと、ラディアンシークリームってやつをもらいました。このねサイズ感がすっごい大好きだから嬉しいよね、こういうの。洗顔とかもたまに入ってたりとか、クレンジングとかも入ってた。ボンちゃん、ケイムちゃん、ちょっとうるさいな今の音の、ちょっとうるささなんだけど、ペットボトルにこんな感じでちょっと穴を開けてご飯をねその中に入れてあげて、結構入ってたのよ。だけどこれをこう転がしてさ、ここに出せるようになっていくと、頭の中知恵とかがすごいつくっていうので、ボンちゃんたち今2歳とかなんだけど、頭をね良くするトレーニングみたいなやつをしてます。でもちゃんと出してるから、やっぱ分かってるからね、めっちゃ回すのよ。それがめっちゃうるさかったっていう話です。そして今めっちゃお腹鳴ったけど聞こえたかしら。で、なんかミシャのリップとかが入っていたので、これもちょっとつけてみたいな。今青みのリップつけてるね、この上から。あ、かわいい。めっちゃ発色いい。なんか初めて嗅ぐ匂いがする。いろんなさリップとかさ、韓国のリップ使ってきたけど、匂いがほんと初めまして。なんかちょっとケーキっぽい、なんか不思議な、でもなんかちょっとフローラルみたいな感じの香りがする。まんま好きじゃないこの匂い。なんかほんと人工的って感じの匂い。でも使用感がすごいいいですね。青みのメイクにオレンジのリップとかもすごいさ可愛いなと思うので、最近うるさいな今日の動画。はい、こんな感じでメイクができました。今日はねポニーテール、ほんとただの何の変哲もないポニーテールにしました。私ポニーテールが大好きなので、髪型決めたらちゃんと顔が揃った気がする。はい、こういった感じで最近ゲットした韓国コスメでメイクをしてみました。どうだったでしょうか。私が今回ゲットしたコリアモンが本当に私おすすめのサイトで、めちゃめちゃサンプルもらえるので、よかったらあの概要欄にね貼っておくのでゲットしてみてください。高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。いつもコメントが本当に楽しくて嬉しいのでありがとうございます。それではまた次の動画お会いしましょう。バイバーイ。